両選手のプロフィールここでご紹介しましょう。まずテリブルのニックネームを持つテリー・ノリスです。アメリカ・テキサス州ルボック出身の30歳、86年にプロデビューしています。90年にジョン・ムカビを1ラウンド衝撃的なノックアウトに沈め WBC 世界ジュニアミドル級タイトルを獲得。2度目の防衛戦ではシュガー・レイ・レナードにも勝っています。95年には IBF のポール・ベイデンに大差の判定勝ちを収め王座を統一。その後 IBF の方は返上しました。 WBC は通算15度防衛しています。今日がトップランクプロモーションに移籍してから初めての試合となります。ここまでの戦績が52戦46勝6敗、46勝のうち30の KO 勝ちがあります。一方のアンドレアス・アレジャノも見ておきましょう。メキシコのトラルテナンゴ出身の28歳です。92年にプロデビュー後4連続 KO 勝ち。95年には後に IBF ジュニアミドル級チャンピオンとなるポール・ベイデンに6回 TKO 負け。低い姿勢で突進するファイタータイプです。今日はテリー・ノリス相手にどんなボクシングを見せてくれるんでしょうか。戦績は25戦17勝7敗1引き分け、17勝中13の KO 勝ちがあります。はい、浜さん、ワンポイントどの辺にポイントを置きますか。まあ勝って当たり前のテリー・ノリス、まあナザロフもそうでしたけど、今度は、テリー・ノリス結構なんていうんですか、慎重になるところあるんですね。無理をしないところ、はいはい、そこでアピールとかちょっと不足なのかなと。実力はもっとあると私は見ていますけどね。浜さんね、随分ノリス買ってらっしゃるんですよね。本当にパンチあるしですね、ただ打たれてコロッと倒る場合があるんですけど、本当に実力がありますよこの選手は。そうですか、はい、さあそれでは早速ご覧いただきましょう。今回テリーノリスはノンタイトル戦です。相手はアンドレアス・アレジャノ。試合は9月の10日ラスベガスのアラジンホテルで行われたものです。ミドル級ノンタイトル10回戦です。テリー・ノリス対アンドレアス・アレジャノです。It's time for the leather to fly. This is the main event. Introducing first, fighting out of the red corner. He weighed in at 160 pounds. He wears the black trunks. He comes to us from Tlatelolco, Mexico, with a professional record of 17 wins, 7 defeats, 1 draw, 13 wins by knockout.Introducing Andreas Arellano. こちらがメキシカンです。アンドレアス・アレジャノ。And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner. He weighed in at 159 and a half pounds. Tonight he wears the red and white trunks, and he comes to us from San Diego, California. His professional record, an outstanding 46 wins, only 6 defeats, 30 big wins by knockout.Ladies and gentlemen, introducing the WBC Superweight Champion of the World, Terrible Terry Norris. テリー・ノリスも30歳になりました。テリブル、テリー・ノリスです。ラスベガスはアラジンホテルで行われます。レフリーはジェイ・ネイリー。アレジャノの身長のが勝っています。およそではありますが7センチから8センチ高いアレジャノ。さあ今日はどういう試合を見せてくれますか。テリー・ノリス、この試合は3ノックダウンルールで行われます。ラストラウンドのゴングにかけられます。試合が始まりました。ドン・キングと別れまして、これが初めての試合ということになります。テリー・ノリス、アピールしておく必要があります。ご覧のようなトランクスの色分けになります。ジュニアミドル級のチャンピオンです。テリブル、テリー・ノリス。まあ、テリー・ノリスに関してはですね、もうフェリックス・トリンダードと戦うのか、オスカー・デラホーヤと先に戦うのか、ええ、そこが今話題になってるんですけどね。身の袖を通っていきます。なんでも本人はデラホーヤ戦を、おっと左にデラホーヤ戦を望んでいるというような発言もありますけども、まあ、それはですね、もうファイトマネーが全然違いますからね。そうですよね。相手がそのデラホヤでの方がですね、ええ、自分は大金稼げるわけですね。今お話中に出ていました字幕スーパーは、1ラウンドで KO した試合が過去8度あるというテリー・ノリス、そういった数字が出ていました。一番最近が93年9月10日に倒しましたジョー・ガッティです。ああいうスーパー出すくらいですか、地元の放送局はこれ1ラウンドあるかもしれないという煽ってるわけですね。ま
1ラウンドにこれだけのノックアウトあるっていうのはやっぱパンチがあるからできることなんですよね。左、はい、飛び込んでいきますノリス。ノリスっていうのも、はい、まあ、強いことは強いんですけど村のある選手ですね。まあ、私は一番素晴らしかったのはシュガレ・レナードのスピードとそのパンチのキレでですね、まあ、翻弄したあの試合だと思いますけどね。レナードに引導を渡した、はい、あの試合ですね。その後まあ復活はしてますけれども、それから倒し屋に変身してきたんですね、はい、ここでですね出入りの距離感とかですね、それがちょっと鈍ってたまに相手のビッグパンチ食らってそのダウンすることもあるんですけど、そうするとテリノレスってこんな打たれ弱かったのかって思うようなシーンも時々見られますもんね、はい、トレボーターズにダウンされたシーンなんかも思い出しますね。それから浜田さん、何といっても、はい、あのルイス・サンタナ戦の3試合余分でしたね。失格、反則打でね、失格負けになりました。おワンツー。そうですね、まあ、それを今ちょうど話に出たんで、ナザロフのあのパンチ思い出すところですけどね。打ち下ろしてきます。身長差を利用してアルジャノミのオーバーハンド。何か注意されました。打ち返します。ノリスワンツーを盛んに打ち込んでいきます。狙ってますね、かなり積極的な第1ラウンドです。今日は攻撃が荒いですね。バランスもちょっと良くないですね。あの左でその相手崩してから入ってないですね。第1ラウンド倒してやろうっていうんで、右を強くワンツーワンツーで攻めていってますね。ジャブ打つところ。この試合は1ラウンドでは終わりませんでした。ポイントは10対9、テリー・ノリスですね。そうです、はい、まあ、相手に与えたダメージはその上だったですね、はい、こちらがノリスのコーナーです。ノリスはあの前回の試合から1ヶ月しかインターバル空いてないんですね、まあ、これも調整のうちに入ってしまうのかもしれませんが、結構ノリスはですね、試合間隔を短く戦うこともありますね。あ、これがあの KO のラウンドの数字ですが、1ラウンドから3ラウンドまで一番多い18回を記録しています、10ラウンド以降というのが1回しかありません。で4回から6回が7回、7度 KO ですね。だんだん減っていくわけですね、はい、まあ、大体今までの試合見ても感じることなんですけど、倒すの難しいなと思った時には急に安全運転になりますよね。あーはーはー、そういうところが客を引きつけるもう一つのところなんでしょうね。まあ、この人あたりは花はあると言った方がいいという選手だと思いますけどね。相当実力持ってますよ、こういった選手が仮に日本にいたら大変な人気出ると思いますよ。パンチ力はなかなか出せません。2コンビネーションを見せます。ラウンドきます。なんとかクリンク、アレジャノショートを返します。アレジャノワンツーグローブでブロックします。ちょっと今日はノリスの膝が硬い、特に前の膝が硬い感じがしますね。前の膝が硬い、左打っていきます。調子のいい時のノリスの弾むような感じがないですね。あ、それがありますね、弾むような感じで。ボディーブロー2つ、ロープに決まりました。浜田さん、第1ラウンドよりかなりアグレッシブになってますね。まあ、ノックアウトを狙ってますからね。狙ってきましたね。まあ、でもノリスのボクシングはこの方が面白いですよ、はい、完全に足が止まりました。アレジャノ、おおとっと、やるか、ロープに飛びました。やってますね。ミロスレットは当たってません。まだ時間はたっぷりあります。時間を止めましたね。時計を止めました。バースピースですか。バースピースが出たんですね。これはいい休憩の時間になりました。アルジャノ。まあ、バックス。ネバダ州ではですね、バースピースっていうのは衝撃を和らげるショックアブソーバーですよね。干渉器ですから。一応 WBC ルールと同じですね。マウスピースのない状態では試合をさせないというのが原則になってますね。ボディブロー、昇進を生かしましてワンツーを放ってきます。アンドレアス・アレジャノ、第2ラウンドあと1分あります。
左奥まで突きました。右のボディブロー、またボディ2つ目に返しています。右のストレート今入りました。あっと腰は砕けかかったんです。ダウンです。マウスピースを吐き出しました。パンドラスアルジャノ腰が落ちかけたんですが、一旦はロープに助けられました。諦めました。カウントアウトというよりも立つ石がなかったようですね。あんなに攻撃されたんじゃ体を持たないという気持ちなんでしょう。力の差をまざまざと知りました。アンドレアス・アレジャノ見せつけたのはテリー・ノリス。右側のこう帽子をかぶっているのがテリー・ノリスのお父さんですね。そうですね、オーリン・ノリスシニアです。字幕はオーリン・ノリスジュニアって出てますけど、ね、それでですね、オーリン・ノリスがついてるのかなと思ったんですけど、その親父さんの方ですね。まあ当たり前というような顔をしています。余裕の表情です。まあ今日はもう力でねじ伏せたような試合ですね。本来テリノリスっていうのは出入りしながらですね、その左で崩して、そしてその切れるパンチを入れる、あれは来た時にカウンター取るっていうボクシングだったんですけど、力でねじ伏せようとするためにですね、どうも前へ伸びるし、その接近戦の時もですね、バランスが悪かったですね。はい、インターバル1ヶ月の試合にしてはまあだけど、こんなもんかなというところなんでしょうかね。まあ、相手がこの程度の選手ですからね、ちょっとムッキーになって倒しに行った、そういう試合ですね。トリニダード戦に返しまして、ドンキングと決別しました。そしてトップランクに移りまして、これが初試合勝利で飾っています。まあ、その辺の事情もあってインターバル1ヶ月ということになったんでしょうね。まあ、それもありますね。だから自分の商品価値を高めてですね、まあテリノリス強しを印象付けるための試合ですよね。はい、アレジャノは、まあ、アレジャノやっぱり根性ないなっていう感じですね。ちょっともう腰砕けで立ち上がる気力を見せられませんでした。アンドレアス・アレジャノ。もう私のダジャレもちょっと腰砕けです。そうだろう。まあ今マウスピースを吐き出しましたけども、かなり浜さん、はい、テクニック的にはボディにもらってましたからね。まあ力の差があったありすぎたという試合でもあったんじゃないですかね。The winner by knockoutTerrible Terry Norris。 2ラウンド2分27秒ですね。新しいレコードはご覧のようになりました。47勝目です。ノックアウトで飾っています。